はあ、旅行に行きたい。どこに行くかなんてどうでもよくて。旅人、パイモン、それにストラリー、ちょうどいいところに来た。隊長の行方が分かったぞ。え、本当か？よかったぜ。実はこっちも、さっきオロルンの記憶を盗み見たんだけど。なあ、いや、盗み見じゃなくて。落ち着いてパイモン。私から説明するわ。実は。そうか。地脈を再構築するために古代の非現装置を探していたんだな。彼が動き始めたということは目的を達成する確実な方法を見つけたに違いない。すぐに止めなければ。その再構築って危ないことなのか？ああ、修復と違って再構築は地脈に現存する全てを捨てることになる。神の心を使うときに支払う代償に似ている。装置が起動したら手の打ちようがなくなる。急いで人手を集めよう。こんな状況だけど当てはあるのか？キイニチ、シロネンに君たち、それから私だ。それだけかよ。お前は力を失ったんだろ。それでも隊長にはかなわないだろうな。それから名園の主の、え、何を優先すべきかは分かるもの。オロルンのことはオイラたちの方で何とかするから、心配しないでくれ。ありがとう。先ほどの話の続きだが、必ずしも私に一つ案がある。現状オロルンは隊長と行動を共にしている。隊長が凄まじい力の持ち主であることは事実だが、彼らの計画の鍵となるのは、私も一緒に行こう。待ってください。それには賛成できません。キイニチに賛成。まずは計画を聞いてくれ。キイニチ、隊長が最前線にいる可能性はない。彼ほどの騒ぎを起こして奴を引き離す。いや、ファデュイの主戦力を正門に集中させ、シロネン、古代遺跡の周りに装置に近づくためのトンネルを掘ってほしい。小玉の子の得意技だろ。なるほど。となると作戦の成功はシロネンの手。その通りだ。だからキイニチほど騒ぎを起こすのにふさわしい人材はいない。私でさえ。お任せください。了解。早速行こう。敵陣に入ったら油断しないようにね。うちらにとってあんたは重要な存在だからね。あんたを失うのが一番やばいの。心遣い感謝する。
る？気をつけなさい。また一人来たか。気をつけなさい。違うようだ。いい傾向位置になってくれよ。気をつけなさい。気をつけなさい。この剣はわかるかい。お披露目だ。それ。どうどう不意打ち。よし。ここだ。彼らが作ったトンネルは大勢のファリュイが見張っている場所の向こう側にあるはず。周囲の山のどこからでも切り込めるっぽいけど、ヤブをつつきたくなきゃ。計画通り正面は山の側面は見じゃあ行くよ。気をつけなさい。やっほー。ほっと、サイド。サイウルコ。それ、せい。ふっ、ほっ。全部オッケー。手元に行ってみよう。どうだ、シロネ。行けそうか。うん、任せて。中が覗けるぞ。よし、この調子。わかった。気をつけろよ。ファリュイが兵力を一箇所だけに集中させているということはないだろう。内側にも守衛がいるはずだ。警戒を怠るな。マーリカが床をぶち抜いたの。すっごくかっこよかったよな。うん、こだまの子でもプロ並みのレベルだったよ。あそこがファデュイのトンネルらしいな。迂回して横から入り込む。
撃ち続けて。歌よ錦となれ。この剣はわかるかい。雨描き、じゃじゃーん、光輝くがいい。気をつけなさい。君にさ、永遠の主の不術、オロルの死。いにしえの時代の円盤だ。復元してみよう。これらの装置を使って円盤を操作するのかな。試してみようぜ。オッケー。コカ奥義、この剣はわかるかい。雨描き、響け格の音、道具の不意打ち、避けられる。それここは…やっぱりここに…隊長もいる。兵力が…やっぱり来たな。ほう、エンジンは正面突破を…問題ない、こっちの方が早い。やめろ、もう遅い。止めないと。させるか。声がした。今の甲高い音は何？今だ。そう。オラル、なんで？動きが速くなった。オラルってこんなに強かった？スロナ。そこまでだ。オロルンではないな。ああ、長官。お前は私のことを覚えてくださっていたのですね。なんと嬉しい。よし、止まった。やはりこうなりましたか。一瞬沸き起こった正義感のせいでチャンス。ちょっと待った、声が違う。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいい。どうか目標を成し遂げてくだ。こんなところでお前に会えるとは。
しかし残念ながら仲間を見捨てる。命運尽きた者のことなどお気になさってどうするのです。こやつは間もなく死ぬ。まともな魂すら持っていないのですから。僕がもうすぐ死ぬだと。先ほどの声が原因か。装置を起動。地下に一体何が。おお、おるるんじゃないか。今日は何が食べて。浮かない顔をして。まだあのことを気にしているのかい。本当はみんな救世主。はあ、おや、おろるんじゃないの。お座りなさい。他に食べたいものはない。この前クイミばあちゃんが作ってくれたキノコのスパイス焼きが食べたいな。あら、あれが気に入ったの。おろるんは商売に向いてるかもね。商人？おろ。あら、優しい子の方がいいのよ。救世主なんて存在しないとみんなは言うけど、自分が犠牲になるべきだなんて思ってないけど、もしあの時うまくいったら。オロルン、何ぼーっとしてるの。終わったよ。でも無理に決まってるでしょ。なるほど、ばあちゃんは天才なんだね。ま、そうとも言えるかしら。わかった。明日は休みにしましょう。宿題はしなくていいの。出世なんてしなくていい。私みたいにすごくなったところで、それがな、部族の人はみんな楽しく生きるのが一番幸せなのよ。きっとばあちゃんは僕けど。おい、また野菜の世話か。水をやりつけ。ミツムシを見て。それで今朝ミツムシが何匹か落ちていた。それは気の毒に。イファ、獣医。面白いっつってもな。まあまあかな。それが正解。やれやれ、また暴れ出しやがった。獣医は面白くないんじゃなかったのか。知恵と武力を駆使してこいつらとやり合うのだけは。イファが本当のことを言わなかったのは僕への気遣いだろう。自分の能力にそぐわないことをし、不安定な魂。最初からあがいてどうする。お前のような存在は生まれてきたこと自体奇跡だったのだ。ただ目を閉じて。君は。俺は戦士だ。お前みたいな。僕は臆病者じゃない。その通り。だからお前の妄想は笑い話でしかない。無能な救世主。はあ、聞こえ。それが正解。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だがこのまま。オロル、大丈夫だ。俺たちに任せろ。毎回みんなが出発した後、僕はその場に立ち尽くすしかなかった。心配するなって。エンジン様のご加護があるんだ。今戦闘能力に長けた精鋭たちはみんな前線で俺たちはみんな、いずれお前の魂が砕け散ったら少しだけその体を使わせてもらう。長官に最後の忠誠を尽くしたい。いや違う、理不尽。僕は君より先に消えたりしないし、運命を受け入れるつもりもない。こんな時に死ねない。いや、死にたく。オロル、この声は。意識をしっかり保つ。僕は
よくやった。本来ありえない。まだ話はするな。うん、体調がこうで、オロルンのことを仲間だと思ってるのか。だいぶ良くなりました。魂の傷について語るのは難しいが、君は危うく苦痛。もう大丈夫なよう。いろいろとご迷惑。その話はまた。計画はあと一歩だったのにな。お前から受けた恩はこれで総裁だ。オロルン、君はあの儀式で犠牲になりたかった。答えが欲しいのです。英雄になる運命を背負って生まれる者などいません。その答えが君は私の名を受け継いで名演の主の英雄として戦うことになる。実に面白い。君は私だってそう。さあ、僕の根源、献身という意味だ。死ぬために、その名のために、全てを見と、今こそ肉と最後の歌を聞かせよう。久しぶりだな、サンハジ。彼を認めてくれたこと、感謝する。あなたの計画が一歩前進すると。誰の。やはり。え？イヤガミって、イヤガミの国。私は魂の国を管理する。わずだけど、今日この装置で呼び起こされた時、あなたたちの魂は完全だから影響は少なかったでしょうけれど、でも彼は自身の意志で魂を守り抜き、なんとか危機を乗り越えた。オロルンがおかしな行動に出たの。それだけではないわ。影響を受けたもう一つ。でもナタやヤガミの国の魂じゃなかったわ。この非現装置は地脈を再構築するためのものだが、なぜなら私こそがかつてナタ。はるか昔、竜と降臨者の戦いで世界の境界線が破壊され、アビスが侵入を始めた。中でもナタの地脈の破損は最もひどかった。ここに住むナタ人を助けるため、ヤガミは古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。その後、初代のエンジンシュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。そうだったのか。そういえば、確か天空から力を借り受けたって前に言ってたよな。この装置は古代の巨竜が地脈の強化を図る。当時その方法は決して有効とは言えなかったわ。地脈の精巧な構造に比べてあまりに乱暴なやり方だったから。それに地脈の構造は随分前に変わり果ててしまった。それにやり方は荒っぽいし、激しい苦痛に耐えなければいけないけど、例えば自分の存在を完全に消すか。なんでそこまでしてくれるんだ。私はナタの民に崇められ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔私たちは消え去る前、別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。
あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは私たちが退化した後の姿、洗礼でしょうね。道理で洗礼があちこちにいるわけだな。ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、洗礼もほんのわずかしか残っていなかった。今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。私はとても満足よ、マービカ。シュバラン家の意志の継承者。数々の誤解はあれど、私はついに目覚め、あなたの命さえあれば、私は数千年前と同じように、ナタの民のため、あなたは首を縦に振るだけでいい。そうはさせない。大規模な再構築の後、君は完全に消え去ってしまう。そうなれば、ヤガミの国を元に築かれたナタのルールも消えてしまう。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、神の心を使って魂と記憶で網を編む方法と、代償などよりも命の継続こそが重要だ。その後はどうなる？新しく構築された地脈が再びアビスに侵入されたとき、ヤガミとルールの庇護を失ったこの地がいつまで存続できる？一日でも二日でも生き延びるだけ意味はある。状況を打破しない限り未来を語る資格すらない。大規模な犠牲を払ってからでないと、そのことがわからないのか。犠牲だなんて、まだそこまでひどくないんじゃないのか。俺はカーンルイヤの生存者だからだ。アビスがもたらした恐怖と絶望をこの目で見た。家族、戦友、同胞、そして故郷までもがアビスの侵略により永遠に消え去った。心に刻まれた傷は500年経ってもなお昨日のことのように生々しい。マービカ、お前も似たような経験をした。ああ、苦痛と後悔に打ちひしがれる日々、今でもあの最悪を夢に見る。もしあの時に戻れたならば、俺は虚しい希望などにすがることなく、どんな手段を使ってでも皆を助けるだろう。その選択肢が今目の前にあるというのに、なぜそれを選ばない？私たちにはその決断を下す権利がないからだ。私たちがこの世界を愛するのは、この世界によって自分たちの幸せや感動が記録され、思想や意志が形作られているからだ。記憶と歴史を手放せば、全ての人の認識は上書きされる。体こそ同じだが、全く別人になってしまうのだ。時が経てば新たな文明は出来上がる。人類を信じるならば、再び新たな繁栄を築けると信じるべきだ。だが
同じ鉄を踏む可能性もある。再びアビスに襲われ、何もかもが徒労に終わるかもしれない。少しいいだろうか。僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦り、しかし命の瀬戸際で記憶の中の人やで、これまで多くの人から恩恵、先へ進むか。そうだね、ナタの英雄は自らの命を賭してアビスと戦う意志を、だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。そうだぞ、だってあと一人だろ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を、たとえあなたたちの試みが再び失敗したとしても、でも覚えておいて、人類は天上の神までもが刮目するほどの存在。私から見ればあなたたち一人一人がまるで太陽のように眩しいの。君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が人事だと思えないからだろう。君が救いたいのはこの土地と民、どちらだ？お前の意見が聞きたいみたいだぞ。オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、残るはあと一人と。お前の計画が成功するならば、それまでの間俺と俺の率いるファディも協力しよう。感謝する。これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは。命に対しての君と私の考えが重なることはおそらく永遠にないだろう。しかし、外じゃまだ戦ってるはずだから、早く止めに行かないと。おう、そうだったな。早く状況を説明して。あ、そっか。外のことは僕たちに任せてくれ。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。はじめに、あの方たちは名前を呼ばれるのが好きじゃないわ。普通の人間はもちろん、高みにいらっしゃる属性の七姿勢にさえも。けれど、私が死の姿勢とお呼びしている方は、ナタのためのルール作りに手を貸してくださったわ。それは彼女の愛の表れであり、償いの形でもあった。それ以降、死の姿勢は半ば自暴自棄になって。自暴自棄。できれば私がその言葉を使ったことをない。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美、その概念は初耳だわ。私でさえ無から有を生み出すことはでき、もしナタ人がその力を扱える。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。テイワットの原初の力である元素、それをもとに天理が改造した産物が元素力よ。その改造、光界の力と塵界の力に、光を屈折させると7つの色に分かれるでしょ。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。ええ、もちろん知っているわ。でも心配はいらないわ。以上。ええ、ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。
隊長より、中にある非現装置は重要な、俺たちはここに残るが。改めてファデュイの協力を歓迎する。共通の敵を前に礼儀作法など細かい部分は置いておき、オロルンがルールに背いた行動を取ったのは事実だが、寛大な措置に感謝する。戻ってきたぞ。お前たちが仲良く並んで話してるとこって実に予想外の展開だったが、君たちも来たことだし、神の心を手に入れる計画が行き詰まり、俺その結果数名の学術に長けた者にたどり着いた。学者を集めて調査を行った際、それはいささか妙だな。しかしいずれにせよ、少なくとも予備プラン、神の心を使う代償は重いが、こちらにもう抵抗の。でもみんなが過去を忘れちゃうなんて、そういえば神の心にそんな。それに答えるには、あの時カーン・ルイアを救えなかった俺は、残りわずかな隊員を連れ暴走したアビスの魔物と戦いながら撤退を続け、ナタまで来た。だが同じ惨劇がナタでも起きていた。俺はここでも長く戦うことになったんだ。名縁の主の長である合図に出会ったのは、当時の人々からすればカーン・ルイア人は災いの元凶だったはずだ。しかし合図は俺を受け入れ、軍人たるもの戦場に身を置いた以上勝利をつかみに行くべきである。俺たちは数々の困難を乗り越え共に戦った。合図だったのか。ああ、彼ならその方法を知っ、君が合図と知り合いなら、ああ、その仮面のせ仮面の下の顔ももう元とは違うものになってしまった。え、でもダインってやつを知ってるか。あいつは見た感じそうでもない気がしたけど。あいつに会ったのか。会ったことあるぜ。お前もダインを知ってるんだな。カーン・ルイア時代、彼に対する印象は名前ぐらいだったが、彼の背負う憎しみや苦しみは俺よりもはるかに重いものだろう。ああ、俺の本来の身分からして姫様の血縁者であるお前を傷つけたくはなかった。だがこれは俺の独りよがりだ。ダイン・スレイブがどんな方法で肉体の老化を遅らせたのかは知らないが、俺の方は顔だけでなく体。そうは見受けられないがな、少なくとも負けは負けだ。褒められる言われはない。ただ500年前にお前と真っ向勝負する機会がなかったことは同感だ。もしそうなったら私も。あんなに激しい戦いだったのに、双方の実力は大差ないと思っている。競技場にいる人々を巻き込まないためにお前は手加減していたのだろう。俺の目的は神の心だけ。それを手に入れられなかったのだから、紛れもなく俺の負けだ。
女皇様は全ての執行官が自身の目的を追求することと、しかるべき時命令よりも個人を優先することを許している。執行官たちが女皇様に忠誠を尽くし、こたびの最優先事項はナタを救うこと。当初は神の心を渡すことはできないが、そういえばもし6人の英雄が揃ったら何が起きるんだ。ああ、カムクラにはアビスに対抗する強大な力が秘められている。シュバラン家がロノバから得たもので、ロノバはどの魔人よりも古くから存在し、天理の意志を代表する使者の一人、死を司る神だ。なるほど、だから反魂の歌があるわけだな。ああ、ナタのルールが誕生したのも前にも話したことがあるが、人類がカムクラにつく栄誉を授く死の失政の力も同じ原理なんだが、ただ受け皿が耐えられるかどうかを考慮しない。すなわちその力を授かっても、だがその試練を耐え抜いた暁には、聞いた感じ、ここに至るまでムアラには八神の国の汚染地帯に飛び込み、オロルンはなら私も皆の期待。ああ、指導者としての務めと言えよう。重苦しい話はここまでにしよう。二人とも疲れているはずだ。アビスもオロルンの身に起きた変化を感じ取ったはずだ。だな。そう言われると帰って休もうぜ。手を組むからには指揮体制を洗って、そうすれば勝利の俺の方から説明した。あまり動かないで。傷口が塞がってない。魔物がどんどん増えてきてますけど、確かに妙な感じ。アビスって、じゃあすぐ行くよ。お、どうしたんだ。友達か。じゃ、ハハハハ、驚いたか。あんぐらいへでもねえぜ。途中でストップがかかってなけりゃ異国の虫けらを焼き尽くしてやってたところだ。心配してくれてたのか。礼を言う。だが実際の状況は、こいつが言うほどいつでも撤退できるよう準備はしてたが、まさか。まあ中でいろいろ。ああ、何はとったが、まだまだ油断はできない。そっか。おい、チビニチ、出発するかどうか。
あちゃん。ばあちゃん、当然よ。自分が何をした。ごめん。逃げ道がないから謝るわ。あの時もちゃんと謝。普通の人なら一生やらないことを、君は平気でや。今さら私に謝っても無。わかった。ばあちゃん、弁明。今私が言ってることは真剣に聞いているし、反省。でも、たとえ自分のせ、別に自分の存在が特別だと思ったからじゃない。結局、いろいろな問題が起きたことは事実だし、しかもイファには宝石まで届けてもらった。どういたしまして。わかった。ま、そこに関しては全く当たり前でしょ。伊達に年を取ってるわけじゃん。それからもう一つ、今回の行動についてエンジン様と関係者が話し合ったけど、でもまあ結果的に君のやったことに全く意味がなかった。ばあちゃん、本当にそう思ってるのか。はあ、もちろん私の。こんな状況で褒められるなんて昔だ。ええ、ここからの話がまさにそれよ。それは勘弁してほしいな。勘弁。ふーん、功績を持って罪を償うつもりだ。わかった、少しだけ時間をあげる。君のお仕置きは経過観。あら、旅人。いや、ストラリー。ええ、子供。超わかるぞ。この間はお礼を言う機会がなかったな。あ、わかった。時間があったらまた会いましょう。うん。どれもダメ、焼き入れが足りない。武器と防具は命に関わるものだし、いくらなあ、別に攻めているわけじゃない。シロネ。あ、ん、あ、なんでもないよ。これは能力の問題じゃない。あまりに根を詰めすぎて逆に。そういうお前。じゃあ行くよ。準備はいい？オーケー。ヤガミの声が聞こえたのはここで合ってる？また眠りについてないといいんだけど。安心して、私はまだここにいるわ。弱りきった命に。休憩を邪魔して悪いね。さっ、ただ彼はナタ人じゃないだ。なるほど、あなたたちがここに来たのはマービカの命令だけでは。はあ、忌憚のない言葉を聞かせてちょうだい。ここに。うん、彼は特別な存在。カチーナを助け、アビスの災いを食い。でもナタはまだその恩を返せて。彼の命を守るためにはあなた。もちろん、私も聞いたことある。米を作ることの本質は創造にあるわ。ヤガミの国に。でもそれらの概念がヤガミの国に溶け込むには時間が必要。
新しい概念が完全に溶け込み、ただでさえ容易なことではないわ。ましてや、こうする価値があると思ったから。それに、あとどれぐらいアビスを食い止められるか。だったらさ、何千何万の人の未来と引き換えにできるんなら、命の終点に立ってこの瞬間を振り返っても悔いはないと思う。これがうちの使命。そう、どんなに小さな可能性。シトラリ、あなたはどう？そんなことまで分かっ、見てはいけない。マービカ様の計画は時間がかかるし、名園の主には未来の暗示を除く儀式が伝わってる。でもそのタブー死、はあ、今の計画の要はシュバラン家が死の姿勢から授かった力を6人の英雄が解放すること。あの方の力と引き換えるための代償なのだから、死の他にないのは言うまでもないわ。マービカはこのアビスとの戦いで死ぬの？え、そんな未来を見てしまった以上、指をくわえ。シトラリ、人は死ぬことも、運命は未来で起きることの予告だから、時間、死の姿勢の力を得られれば、マービカはアビスという名。死の姿勢は死ぬ時期やか、もしかしたら死のタイミングは運命に左右されるかもしれない。あの旅人にできるのは、死のタイミングは変えられるけど、残念ながらその点に、このことはマービカさん、え、とっくに私は受け入れられない。マービカ様ってすごく、そんなエンジン様が、あ、旅人とエンジン様はどことなく雰囲気が似てるのだから。え、望みは薄いけど、それを見られるのを、私に残された時間はもうほんのわずか。最後に人類が、八神様、人類は君の貢献を忘れてない。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。でもどれくらい長く生きられたら満足と言えるのでしょう。10年、100年、1000年、いつか八神の国は消え、人類はまた共にアビスに立ち向かうことになるでしょう。もしも明日が世界の終わりだとしても。そうね。ええ、こう、私の創造者の目に狂い、これを受け取りなさい。私からのプレゼントよ。これがあれば、あなたたちの望み通り。礼を言うよ、弱ってるあんたに。本当にありがとう。気にしないで、もうすぐ暗く。また外が騒がしくてよく眠れなかったぞ。あれ、シロネンにした。昨夜八神様に会いに行ったらこれをもらって。覚えてる？あんたたちの古名が作れない理由は、これを身につけてナタの色。本当か？これはある不安定な媒質からできてて、映ってる内容を覚える必要はないよ。わあ、こんなすごいものを持ってきてくれるなんてな。あ、確かに。心配しないで大丈夫。ナタのために自分を犠牲。そうよ。あ、ここにいたんだ。魔物が多いし。早すぎ。のんびり話。
ああ、わかった。その他の場所はどこも承知いたしました。待たせたね。今どんな感じ？またアビスが現れたって聞いたけど。ああ。範囲は？ナタ全域だ。これもまさか。対応しきれなくなるの。今の私には。つまり、今は持ちこたえる。持久戦になる。助けが必要なキャラバンと冒険者を。それなら、私たち。ああ、頼まれてくれるか。名園の主。ええ。熱気球を用意した。それに乗って、おのおのの目的地へ向かうといい。任務を終えたら、各地を巡っているかがり木の各地の情報をもとに。了解。じゃあ、ぜ。みんな、気をつけてね。で、オイラたちはどこに行けばいい？伝達師からのその正体のことを任せたい。助かる。熱気球はそこだ。アビスの魔物と戦ってる戦士があちこちにいるみたいだ。もし正確な情報がなかったら戦場はとっくに混乱してただろうな。助かった。やっと救援が来てくれた。サイウルコローズクラッカー、動くべきだ。僕を称えよ。歌え僕の名。はあ、来てくれてありがとう。魔物が次から次へと湧いて間に合ってよかった。行きたいのは山に荷車が襲われたせいで物資も落とし、今はそんなこと言ってる場合じゃない。それくらい分かってるわよ。いたいた、おい、見つけたぞ。なんだ、もう解決してたのか。助かったよ。他にも助けを。ああ、かがり木の民の伝達、この先。見たところ実力けどよ。私たちのことならけど、ここにどうする。もう少しここでこいつらの手助けを。お前がどっちを選
今走ってったのってキーリチだよな。急いで手紙を届けてるのかな。あいつが無事なのを見れてよかったぜ。取り残された人はいないみたいだけど、アビスの魔物と戦ってる竜がいるぞ。早く助けに行こうぜ。あいつら、可愛い竜たちにまで手を出すなんて。よっ、この剣はわかるかい。雨描き型光よ。オッケー。よっ、どうどう冬打ち。ローズクラッカー、コカ奥義。この剣はわかるか。君に捧げよう、光り輝く。はっはっ、あと何発でしょう。はっ、それオッケー。どよめく進学か、堂々不意打ち。ローズクラッカー、サイ雨描きがたし。どうどう不意打ち。よっ、それ。左右ルコ。世界を熱狂の渦に。ふん。せっ、わけ。山の地。やっほー。スケバチに感謝します。はい。この休日にこの意味を皆が理解できたわけではありませんが。この人たちがいなかったら。ってことは。お前同感だ。これからどちらへ。竜戦の州でしょう。もともとその予定でしたら競技場に行くこと。周りの魔物を処理し、はあ、助っ人が増えたわけ。現在ナタジルの人々が君たちの任務が終わったら、さすがに私も慣れませんで。隊長様があれほどこと。今すぐ避難したいけど、竜泉の衆はこの薬を必要としてるで。
え、さすがにそこ方角的にはちょうど同じです。近くいいの？よく本当にかなりの人が集まってるな。それにむやみに外には出られないようにしてるみたいだ。状況はどんどん悪化してる。とにかくオイラたちもまだまだ頑張らないとだな。やっほー、堂々不意打ち。特注版よ。オッケー、どよめく進学、堂々不意打ちと、やっほー。ほっ、股間奥義、雨描きがたし、歌え、僕の名のもとに。じゃあ行くよ。やっほー。誰お前らか。伝達師の仕事が一段落してな、様子を見に来たんだ。ま、そうだぞ、人手が全然。ああ、別に。へ、現実逃避は弱虫の特権ってか。その愚問をもう一遍考えてみろ。答えは分かりきってんじゃ。お前は黙ってろ。まあ今回ばかりはアハウンだが、悪いこ、それにかがり木の民が集まり、ナタ全域のじ、その通りだぜ。ポンポン湧いてくる魔物にビビってた。エンジン様は精鋭を数人連れて洞窟に行っていた。上は魔物、下はマグマだが、まあ余計な心配だったけどな。確かに、はい、エンジン様のおかげで。てか、いつまでくっちゃべってんだ。少し休憩する。じゃあオイラたちも休憩しようぜ。つい、ひひ、部屋にたくさん人が集まってるぞ。みんな避難しに来た人かな。あなたたち。おお。ああ、でもダーゴは。あなたたちのおかげで私たちも。次から次、これはもういら、報酬がなくたって冒険したくな。新しい戦況報告が届いた。状況が良くないな。見てみろ。どうやら俺らがいる場所も安全とは言えなそうだ。うわ、なんだ。
またこんなところに現れる。退路はない。打ち続けて。うんうん、この剣はわかるかい。さゆるか。君に捧げよう世界の熱狂の渦。はっ、響け楽の音。堂々不意打ち。なんで敵がどんどん増えてるんだ。キリがないぞ。卑怯な腹黒どもだぞ。数に頼るとか恥ずかしくねえのか。光よ、ふわけ山の地、気をつけなさい。状況はひどくなる一方だ。まずはここを守り、民の安全を確保しろ。虚無と混沌、これがアビスか。今が最大の好機だと奴も理解しているようだ。成果はどうする。マービカがもう向かってる。恐怖と破滅の具現化ってところか。どうやらこの漆黒の厄災はやっとお前たちを人のみにする気になったみたいだな。何のんきに言ってんだよ。お前だって食われちゃうんだぞ。まさかあれがアビスの力の根源か。今すぐ状況を確認しに行く。もうお前らは戦況報告にある場所に行ってくれ。あんな奴が現れた以上、事態は一刻を争う。いつも冷静なキイニチが、最悪が